皆さんこんにちは、ルルファジローの部屋へようこそ。さあ、例の話は第2節ホームでジビロ岩田さんを迎え撃ちました。別角度からまた動画を提供いただきましたので、ゴール裏に3年ぶりに復活したのでルルファのビッグフラッグの様子もご覧いただけたらと思います。ちょうどね、ビッグフラッグが下にかかる席に入ってしまって、あら何も見えないぞーともちょっと思ったんですが、いやでもこれはこれでなんか楽しいよなっていう気持ちが蘇ってきましたね。もうちょっとあまり久しぶりすぎてなんかね、大きかったのにびっくりして、あれこんな大きかったかなと思いながら。運では、大阪のパブリックビューイングの様子の動画を提供いただきましたので、その様子も合わせてご覧いただけたらと思います。それでは今日もよろしく。すごい。はい、どうも。すごい人。高校換算価値もまあ50倍ぐらいになっていると。だからそれはクラブがそれをどうこれから使うか。うん。ボンドを作りたい時間、なかなか相談するのは難しい。このスタメンボード一番右の12番に穴が開いていて、写真や動画を撮れるようになっています。撮ってます。
前半が終わりました。遠藤選手の綺麗なフリーキックから最後鈴木選手に決められてしまいました。もったいないですが、後半はやり返していきましょう。この勝利掴み取ろう山口ウィアザワよーっさーっオッケーナイス行け俺たちの俺のファン勝利をつかみ取れ共に戦い叫ぼうぜ勝利の雄たけびをいつかめるねのファイアマグッズオッホーああ、よう頑張った。大輔。欲を言えば勝ちたかったですが、名門ジュビロ岩田さんから見事な勝ち点1です。よく頑張りました。まだまだこのチーム良くなっていくと信じていますよ。私の部屋にさらにレノファ要素が加わりました。今回の MJP ですが、今回迷ったんですが高木大輔選手です。見事同点の PK を沈めてくれました。おめでとうございます。で、あの高木選手のゴール裏を煽る動きがとても僕は大好きですね。あの五十嵐太陽選手のトップルも素晴らしかったですし、相手のハンドを誘った松橋優安選手のシュートも素晴らしかったですし、杉本健雄選手にオフサイドトラップを何度も仕掛けて仕事をさせなかった守備陣もあっぱれです。にしても遠藤康人選手のフリーキックは本当にこうキューンってこう味方に合わせやすいふわっとしたボールが本当に美しかったですね。いやさすがね、元代表で経験を長年積んだ選手は違うなと感じました。そしてそんな選手のプレーを我がふるさと山口で見れるという幸せをかみしめております。大阪のパブリックビューイングではなんと77人の方が集まられたそうです。いやー素晴らしい。そして今回主催された拓郎さんと参加された小鍋さんから動画を提供いただきました。どうもありがとうございます。参加された方の感想です。軽食やドリンクもついてくるので1000円でもコスパが良いと。そして大画面で皆さんと盛り上がれるので家で見るよりも楽しいということでした。そして我らがチョルブさんが応援に駆けつけてくれました。そして徳山さんからは竹比べが提供されました。そして下関のサポーターから関西のサポーターにエールが送られました。進学で関西に出られているご家族の方、お知り合いの方がいらっしゃったらぜひお声掛けいただけたらなと思います。また岩田戦では観客動員が5000人を超えました。菊池選手、渡辺選手の引退試合を除くとコロナ禍では久しぶりの5000人達成です。
第2節の終了時点ではありますが、レナは勝ち点4で、6位以内を死守しております。トップ6入りです。2節ですが、レナはアウェーでいわき FC さんと福島で戦います。非常に屈強ないわき FC さんとどう戦うのか今から楽しみです。そしていわき FC さんといえば2018年ですかね、トレーニングマッチで敗れてますので、まあ、メンバーは大幅にも変わっているんですが、その時のちょっと借りがありますので、打ち破ってほしいものであります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。大好きな故郷のため、レノファ山口のため、レノファ二郎頑張ります。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。